よくし。こんにちは。やほやほー。こんにちは。さあ、今日は土曜日だということで、お仕事お休みの方も、今日お仕事の方もいると思いますが、今日お仕事前にね、少しでも配信できたらいいなという気持ちで配信をさせてもらっています。まあ、お得意のゲリラ配信だけど、いつも急に始めるスタイルですが。停電してるんですか？どうしたんですか？まさか大雨とかの影響か。こっちもね、雨降ってますよ。すごい雨の音がポツポツと。あら、お仕事って方いますね。いってらっしゃい。ゴルフの子。はい、ゴルフの子です。そうなんですよ。明日日曜日なので、レギュラー番組で出演させていただいている石田純一の「サンデーゴルフ」という番組があるんですけど、そうですね、「サンデーゴルフ」が今月で終わってしまうということで、はい、寂しいんですけども、終わってしまうんですが、またツイッターとかね、インスタグラムにも書かせていただこうかなと思ってるんですけど、なんですけど7月から新しい番組に変わってですね、またそちらの方で私だけなんですけど、レギュラー番組が、はい、継続ということで、なんと本当に皆様からの応援のもと、ご支援のもと続けることができるということで、本当に感謝しております。そうだな、サンデーゴルフも3年目に突入していたので、すごく寂しいところではあるんですけど、やっぱりね、たくさんお世話になった方いますし、石田さんにもね、すごくお世話になって、私は本当に大好きなお方なので、常住さんとも出会えたし、いろんなゲストの方と、そしてそれこそね、日本をこう引っ張っている大手企業の社長さんとかをゲストに迎えたりとか、本当にいろんなことを様々やらせてもらった石田純一のサンデーゴルフだったので、しかもね、こうレギュラー番組っていうのは本当に夢のような、自分のゴルフにおいて本当に夢というか目標だったので、すごく感謝すべき時間と、本当に自分を成長させていただけた時間っていうのが、そうですね、一番の思い出ですかね。またこれもツイッターとインスタグラムに載せさせてもらおうかなと思ってるんですけど、でもそうですね、まあ、悔しいっていうのが一番の気持ちなんですけど、ただ今後ね、石田純一はサンデーゴルフというお名前じゃなくなってしまうんですが、新たなレギュラー陣と共に一緒に番組をね、盛り上げていけるような新番組が、はい、たくさんのご支援のもと続けさせていただけるということなので、本当に本当に感謝でいっぱいです。そしてね、これからも私自身がレベルアップというか、スキルアップできるように、てかしないといけないと思うので、頑張っていきたいと思うので、ファンの皆さん、これからも山内すずらん、SK48 の山内すずらんと、一ゴルファーとしての山内すずらん、そしてゴルランプロデューサー山内すずらん、いろんな山内すずらんの、ご支援をよろしくお願いします。はい、そうですね、残念ですが、今も目の前にあることをね、一生懸命頑張るだけだと思うので、新番組嬉しいだって、あ、よかったです。ありがとうございます。そうです、オリエンタルラジオの
藤森さんと増田岡田の岡田さんと番組をさせていただくことになりました。はい、ヤフーニュースに載ってたね。まだ解禁前なんだろうけどって思ったんだけどそう載ってたね。常住さんはそうなんですよ、ご一緒にできないみたいで。でもね、近々ね、常さんのレッスン場にね通うことにしたんだ。通うというか遊びに行ってちょこっとゴルフ教えてもらおうと思ってるんだ。そう、そうですね、ホリプロの大先輩和田アキ子さんも下地一のサンデーゴルフで大物ゲストという本当に来ていただけてね、4週にわたって放送させていただいたんですけど、アッコさんって本当に優しくて、しかも女性らしい可愛い一面があったりとか、その中で、はあ、すごい勉強になるなっていう、そのトークの掛け合いとか、でもやっぱりこうゴルフに対して真摯にこう楽しんでる姿とか、あ、なんかゴルフってたとえ確かにアッコさんと対等に話せる関係っていうか、私はやっぱりすごいもう下っ端ですし、やっぱりアッコさんとお仕事もあんまりさせてもらったことない中で、ゴルフっていう一つのスポーツを通してこんなにも仲良くなれるんだって、本当にゴルフやっててよかったなってすごくアッコさんの回でも感謝しました。ゴルフに対しても、ゴルフを始めさせてくれた両親にも、でもそれこそゴルフをね今こうやってお仕事としてさせてもらっているホリプロだったり SK48 にも本当にありがたい、感謝だなってすごくゴルフを通して感じることも多いので、そうなんですよ。スズランのワンオンストレッチの芸人ぶりが面白かった。え、本当ありがとう。そうね、常住さんはプロゴルファー、レッスンプロの資格を持ちながら整体とかそういう体のどういう作りになってるかとかそういう資格も持ってて、人間的にこの人の体質はこういうゴルフをするからここの筋肉を伸ばした方がいいですよ、ストレッチした方がいいですよっていうのを教えてくれたりとかしてて、番組内でワンオンストレッチっていうこのストレッチをするとゴルフがより上手になりますよっていうストレッチをやってたんだけど、そのストレッチがねすごく痛いしね、すごく体が硬い、私からすると本当にできなくてですね芸人並みのストレッチってよくねツイッターとかに書かれてましたね。でも名物だったりしたよね、サンデーゴルフの名物ストレッチみたいになってたよねなんかね番組にね感想とか寄せられてくるんだけど、スズランちゃんのストレッチがすごく好きで毎週見てますっていうコメントがあったらしいよ誰かの笑顔になったならもうそれだけでもう満タイっすそうそうそう、常住さんはめちゃくちゃ優しそうだよね。めちゃくちゃ優しいです、めちゃくちゃ優しいし、私が例えばねこう何々悩んでますって言ったらすごく親身に答えてくれて、だって常住さんもねだってレッスンプロというお仕事をしているわけですから、やっぱりこうただで教えてもらうにはちょっと本当に申し訳ないなと思うんですけど、こうわざわざ電話で伝えてくれたりとか、それこそ LINE で細かく教えてくれたりとか、それこそ番組内で常さんちょっと今日ここはこうなんですけど収録前に直してくださいとか言ってすごく親身に教えてくれたりとか、それこそゴルフ以外の、まあ、人生においてのご相談とか、うん、私は常住さんとっても大好きで、ゴルフだけじゃなくってこれからも本当に人として仲良くさせていただけたらいいなって思ってます。そう、お子さんとね嫁さん奥さんともねこうゴルフ練習場で一緒にね練習したこともあって、お子さんがめちゃくちゃ可愛いんですよ、常さんの。そう、ちっちゃくてねゴルフクラブがおもちゃに見えるぐらいちっちゃくて可愛かったんですよ。そうこうねゴルフがね出会わせてくれた出会いなので、今後もねずっと末永く仲良くなれたらいいなって思ってます。うん、今日ね
今ゴルランの T シャツ着てるんだけど、そこれもね、つねさんがね、可愛いですねゴルランって、最近グローブも出したし、ゴルランのボールも出しましたねって、でゴルランのインナーも出したんですねって、なんかすごいチェックしてくれてて、はあ、優しいなって。ゴルランインナー出したんですよ。夏さ、すごい暑くてさ、私昨日寝てる時もめちゃくちゃ汗かいて、はあ、しんどいって思いながら寝れなかったりしたんだけど、そうなんかね、やっぱこの夏体温調節というか、マスクすることも多いから熱中症にかかることもまずあるじゃない。でゴルフとかやっぱ普段過ごしてる中で UV カットっていうもの、やっぱ日焼けっていうものが一番肌へのダメージが大きいから、そうだから UV カット機能がつきながら、やっぱり体を動かすとか肌触り、そうすごい気になるし、気にしてるから。私はあとね、私お肌がめちゃくちゃ弱いので、ちょっとでも擦れる素材がダメなのよ。だからめちゃくちゃ柔らかい素材感で、ストレッチ機能がついて、着圧機能、着圧っていうのは足の疲れを軽減したり体の疲れを軽減することにつながるのね。そういう機能がぐるっとついているインナーを発売したいなっていうことで、私がずっとプライベートでも使わせてもらってたゼロフィットっていうメーカーさんがあるんだけど、そのメーカーさんが大好きで、なんて言ったってね、めちゃくちゃ肌に優しいんですよ。そう、その方とゴルランがねコラボをやっとさせてもらえるっていうことで、そうなんです、私今ね着てるんだ。そう今着てるの、そう中に着てるんだけど、そう T シャツの下に着てるんだけど全然違和感なくて、そうめちゃくちゃこだわり持って作らせてもらっているので、でちゃんとゴルランのロゴも入ってるから、そうそうね。あと今これは T シャツの下に着てるからマジで半袖のインナーなんだけど、例えばこれは私は私服で着たいなって思ってるから、それこそ今 T シャツの下に着たっていいし、例えばスーツ着てる方、ワイシャツの下に着てもね、かさばらない、窮屈に感じないとか、そうそうそう、うん。あとね、白着てても透けないんですよ。女の子だったら下着とか透けちゃうんじゃないかって思うんだけど、透けないよ。そう、やっぱ透けないっていうのも一番だし、ゴルフしてる時だとこうもちろんこう長袖のタイプのロング T シャツ、長袖タイプのインナーももちろん発売してるんだけど、それもやっぱね、夏だから長袖っていうのがすごい暑いって感じちゃうんだけど、だから熱中症対策って言ってるのに暑さを感じたくないじゃない。だからドライ素材って言って、汗をかいても乾きやすい素材感、あと吸収しやすい、あと熱をこもらないっていう冷感温度っていうのがあって、そうなんですよ、そういうのも兼ね備えたりとかしてるから、スポーツにも日常にも使える素材感なんですよ。そうで、かつ UV カットができるのが長袖のやつね、長袖のやつとアームカバー、そう UV カットっていうのが一番私は こだわってて、やっぱこう年々、私もちっちゃい頃からゴルフやってたりとか日焼けをずっとしてるから、やっぱ乾燥し始めたなとか、25になってちょっと日焼けが収まる速度が遅くなったなとか、日焼けをすることによって乾燥だったりとか、それこそ病気になりやすくなったりとか、熱中症もそう、いろんなことが積み重なってくると、日焼けってな体にすごく影響があるものだから、やっぱゴルフって健康にも、歩くから健康にもいいし、体を大きく使うからいいトレーニングにもいい体幹にもなるし、それこそメンタルスポーツって呼ばれてるから、こう自分を鍛えることにも関わってくるし、で一人で回ることだってある、一人で練習することだってあるんだけど、大体は友達、仲いい友達と行ったりするから、ストレス解消、そうで、あとね、ナイスショットすることによってやっぱスカッとする、それもストレス解消だったりとか、こう自分と向き合えるスポーツだからこそ、こうやっぱり自分を大切にするっていう点においては、やっぱこうお肌とかウェアとか、そういうものにしっかりこう投資してあげたいなっていうのが、自分のゴルフウェアとかゴルフに対するこう気持ちなんだけど、だからこそこうゴルランはこう皆さんにね、よりいいもの、
よりいいものを使ってほしいし、よりいいものを体感してもらいたいの。体感してわこれいいな、これだったらちょっとゴルフさらに楽しめるなとか、プラス1の楽しさっていうのをゴルランからお届けできたらいいなっていうのが一番の思い。そう、あ、4日連続中だって、イエーイ。そうなんですよ、そんな気持ちが一番ね強いので、もしこの配信がたくさんの方に聞いていただけたらいいなっていう気持ちです。あーさん、何色がありますか？インナーですね。インナーは私が今着てるのがこれ半袖タイプなんだけど、このインナーは白、今白しかないんです。インナーはほぼ白なんですけど、アームカバーだけ白とブラック、あのホワイトとブラックがあります。はい、インナーはほとんど白になります。なんでかっていうと、どの服にも透けません。透けないのと、やっぱね、白っていうのは熱を通しづらいので体が熱くなりづらいんです。はい、いろんな意味を込めて作らせていただいているので、はい、で全ての服にゴルランのロゴがちゃんとついてます。かわいいでしょ。ちゃんとゴルランのロゴが入ってるので、皆さんもゴルランの一員になれます。あ、そう、半袖タイプはね V ネックなんです。だからね、首元から見えたりしないので。そうなんですよ。はい、でこちらがね、結構破格なぐらいのお値段グッと下げているので、やっぱインナーっていつどんな時も使えるし、あの何枚あっても困らないアイテムだと思うので、いや絶対だって1日着たら洗濯するやん、そしたら次の日すぐ着れないやん、だから何枚あってもいいものだから、やっぱ何枚も買う方がいるんじゃないかなって思って、そうなると1枚この価格じゃ高いなって。だからすごく皆さんが日常的に使いやすい、お求めやすいような価格にしているので、この素材感とこの機能性でこの価格はマジ破格。本当に普通にお外で買いに行ったらマジ高い。そうだね、今着てるのは私 S サイズってちょっと大きいなって感じたから、大きいっていうか、まあゆるっと着れるって感じだから、男性は全然男性に当てはまると思うよ。私は結構ムチムチ体型なので S サイズだからそう、女性も S サイズでいけると思う。ちょうどゴルフとか運動用でインナー欲しかったので、あ、よかったです。この夏はね、本当に今熱中症、マスク熱中症って言われてるのも流行るって言われてるから、そうだから私のこのインナーってやっぱ UV カット、今ずっとザラーって言ってたけど、やっぱ一番はこの体をの温度をグッと下げてくれる冷感っていうもの、ヒヤッとするとか、汗をかくことでより冷たく感じたりとか、やっぱ外で営業される方だったり、それこそランニング、野球、テニス、サッカー、いろんなシーンで使えるインナーだからこそ、私は本当にたくさんの方におすすめしたいですね。うん、でその中でやっぱこの、なんて言ったらいいのかな、やっぱりインナーってどのブランドも出してると思うし、やっぱお外に出たらインナーってめちゃくちゃ売ってると思うの、スポーツインナーって。だけどなんでゴルランを買いたいかっていう意味をこう考えた時に、やっぱ私は素材ももちろんすごくこだわってるし、ゼロフィットさんっていうブランドさんをずっと本当にプライベートから愛していたので、そのゼロフィットのあのインナーをたくさんの方に知ってもらいたいって気持ちもあるし、それこそいいものをもう本当にいい価格でたくさんの方にこう愛していただきたいんで、その中で私のこの気持ちが伝わってくれてゴルランを選んでくれるっていうことが私は一番嬉しいので、でもゴルランはそうですね、やっぱ日常もそうだけど、より良い
より楽しいゴルフライフをお届けするっていうのももちろんなんですけど、やっぱりこれを一緒に使って、なんだろう、気持ちを共有することでさらにこのワクワクした気持ちだったりとか、ゴルランをこう来てもらうことによって、例えばゴルランからイベントをやった時に、なんだろう、よりゴルランっていうのを一緒に盛り上げてるんだって気持ちになってくれたら、一緒にゴルフ界を盛り上げてるんだって、ゴルランは今後もね、イベントとか、それこそ店舗だったりポップアップだったり、いろんなことをたくさん今後考えていきたいと思ってるので、今のこのご時世難しいかもしれないんだけど、そうだから、たくさんの方とゴルランっていうブランドの使うことによって、ゴルランっていうブランド好きになることによって、一緒にゴルフライフを楽しんでることにつながることと、笑顔いっぱいなこと、あとイベントとかでねやった時に、一緒にこのゴルフ界を盛り上げてるんだって、なんかみんなで一緒にこうゴルランを盛り上げながら、ゴルフのつながり、この輪を広げて、たくさんたくさん今後の、ね、楽しい未来を描けるような、そんなブランドでいたいんですよ。だから本当にいいものをいいクックでたくさんの方とつながっていきたいと思っております。163センチの娘のインナーサイズ、わー、163、私より10センチも背高いんですね。体型によりますかね。あとね、このインナーがですね、めちゃくちゃ伸びるんですよ。めちゃくちゃ伸びるんで、S サイズでいいと思いますよ。S サイズがちょっと窮屈なのが嫌だなとか、まあスポーツしててちょっと肩がね、こう体がガッチしてるよっていう方だったら、 S か M サイズを選んであげるのがベストだと思うんですけど、大体の女の子は S サイズでいけると思います。身長で言うとちょっと難しいかもしれないんだけどね、体型を見てあげた方がいいかも、インナーとかは。うん、そうね。こうさ、雨とか降ってるとさ、こうジメジメするじゃない。もうジメジメしてる中での汗ってめっちゃ嫌でしょ。でもその汗がね、嫌に感じないから、このインナー着てると。そうだから私今も着てるし、家の中でも家の中でも着てんの、私は。だって家の中でも快適に過ごしたいじゃん。一つも気にならない、さらっとしてるから。そう、163センチくらいの身長でがっちり体型で T シャツ L だから、インナーは M でいいんじゃないかな。うん、 M でいいかもしんないね。体にフィットした方がいいの、余裕があった方がいいの。私はね、体にフィットした方がいいと思いますよ。なんでかっていうと、やっぱ体の動き、やっぱ動くことによって服って形変わるの。だけど、なんだろう、ピタッとしてることによって体に一体感が生まれるから、隙間がないってことは体の動きを邪魔しないってことなの。だからそうだな、だけどこう圧迫されるのが苦手とか、ちょっと窮屈に感じることが苦手っていう方は、自分が思ってるより少し大きめを買った方がもしかしたらいいかもしれない。ね、インナーって T シャツと作りが全く別なの。インナーっていうのは体の一部に近いように作られてるから、ピタッとする素材なのね、もともとが。T シャツとかってちょっと違うじゃん。体に吸い付くかって言ったら違う素材でしょ。だから作りがまず違うから、そこだけちゃんと理解しないと、わ、なんだよこれ、きついじゃねえかって思うかもしれないので、体にフィットするものなんです、インナーってのは。だからちょっときついっていうかね、フィットしてるって感覚なんだよね、ちょっと違うの。だからこう圧迫されたりとかきついなって感じる方は、少し大きめの、そういうのが苦手な方はちょっとワンランクというか、ワンサイズ上のサイズ感を買ってあげた方がいいと思うけどね、私は。そう、伸縮性がとってもあるものだから、
そう、作りがまず違うっていうのがあるからね。うん、でもインナーはあった方がいいと思うよ。特に男性は。男性ってさ、 T シャツそのまま着たりするでしょう。意外と乳首透けてるからね、インナーあった方がいいと思うよ。そうそうそう、あ、そうだね、ユニクロは多分海外向けにも作られてるからちょっと大きめに作られてるんだと思う。このインナーはね、日本製だから日本人の体型に合わせて作ってるからね、ちょっとちっちゃめなの。ちっちゃめに感じるのかも、ユニクロと比べたら。そうそうそう、日本製なんですよ、ゴルランは。このインナーめちゃくちゃ日本の細かい糸で作ってるので、日本人の体型に合うように作られてるから。そうそう、そう、男性はね特に着た方がいいですよ。女性は下着っていうのをね、上半身にもつけれるからいいですけど、男性もね、下着っていう意味においてはインナーって大事だと思いますよ。意外と見てますからね、女子は。そういう細かいところ、わー、あの人ちょっと透けてるなって、ちょっと目のやり場にも困るし、あー、そこに気を使えてないんだなーっていうのはね、ちょっと女子からするとマイナスポイントになったりするから。そうだからね、そこも踏まえてね、アイドルが何々、アイドルがそんなこと言うんじゃないよって言うんじゃなくて、そこめちゃくちゃ気にしてるから、女性全員が、わ、白の T シャツ着てるのにインナー着てないよ、はつけてるとか思う人絶対いるし、それを、ね、私は正直に言ってるだけだから。そうだから、ね、着た方がいい、普通に。そう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 、興味ない男子のことはそこまで見ない。いや違うでしょ、男性皆さんもさ、女性を見た時にさ、ふっと入ってくるの、顔以外だって入ってくるじゃない。目に入っちゃうの、見たくなくったって。だから気をつけてねってこと。そう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 、見たくないものまで入ってきてしまうんだって。そんな時に、あー、親だなって思われたくないじゃんね。もう私も言う、透けてるよっていう。私はね、はっきり言いたいから、私ははっきり伝えたいタイプなんで、ねえねえ透けてるってって言うけど、伝えてあげるんだけど、言う前にケアした方がいいじゃん絶対ね。そう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 。太ってる人だとへその位置までわかる時ある。ちょっとわかる。だからね、何でもいいからインナー着て着た方がいい。そうそうそう。あかん時に見に来てしまったかしらって。そんなことないよ、今ね服の話してたのね。面白い。だからね、ぜひゴルランのインナーおすすめします。無理無理、ゴルランのインナーをおすすめしますでございます。ぜひゴルランで。この T シャツは、そう、今ねゴルランのお話してたの。ちょうどゴルランのコメントがあったので、うん、初見さんがいる。桑田さんっていうのかな、こんにちは。1分だけ見に来れた、すぐ仕事戻るだって。頑張ってね。この T シャツはね、ホワイトとブラックで、カーキっていうの色があったんだけど、カーキは完売して。そうなんですよ、この T シャツもなかなか人気です。あとこれ数量だった気がする、なくなる前に。どうぞどうぞ。インナーは初めて知りました。だって本当に超大事だよ。美人だって、やった、レッチ。眉毛さん、ホワイト買ってくれたん？眉毛さんありがとう。眉毛さんブラックにしたらって言わなかったっけ前回。ホワイトもいいね。でも絶対可愛いよ、眉毛さんが来たら。出遅れた、今日ゴルラン届いたようだって。わっ、いた、助
おめでとう。今日ねインナー着てるんだ、明日に。そう、半袖のインナー着てる。そうそう、インナー着てる方が快適なの、普通に。ほら、眉毛さん、ホワイト、ブラックの方がいいんじゃないって話しましたよね。私が着てるからホワイト買ったんですか？インナーと T シャツの違いが知らない。あ、今ずっと話してたのに。あのね、インナーっていうのは T シャツと作りがまず違うの。T シャツってこうやってゆるっとしたりさ、こうなんかゆったりしてて着やすい感じもあるんだけど、インナーっていうのは体にフィットさせるものがインナーで、フィットするってことはね、体と一体感、一つ体に、なんだろう、着てるって感覚がなくて、体と同化してるようなものなので、作りが違うっていうのは、インナーっていうのは体とインナーの間にこう ゆたっとする、このさ、体を動かすときにさ、ちょっと形が変わるじゃない。こういう形にならない。もう体にくっついてるものだから、体の動きを邪魔しないし、その分動きやすかったりするの。かつインナーっていうのは冷感、私が今作ってるゴリラのインナーっていうのは冷感って言って、汗をかいたりとか、あのすればするほど体の温度をね、しっかりグッと下げてくれたりとか、熱中症対策にもつながったり、それこそ汗の匂いをね、軽減してくれるドライ素材っていうのも使ってたりするの。だから T シャツ1枚だと、うわ汗かいた、汗じみ、うわちょっと匂いしてきたって思うものが一つもないわけ、インナー着てれば。そう、あとかつね、 UV カットっていうものがあって、腕まであるインナーもある、出してるんだけど、それはマジ UV カットにもつながるから、例えば肌へのトラブルも軽減されたりするし、そう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 、あの、ね、T シャツってのとインナーっていうのはね、作りがまず別だから、それはね、あの、調べたら出てくるし、まず知らなかったら言うけど、ずっと今日その話してた。そう、あー、そっかそっか、眉毛さん、黒を買うと猫飼ってるから毛だらけになっちゃうって言ってたのか。そっか、コロコロしたらいいんじゃん。そう、密着、私のね、腕を見たらわかると思うんだけど、そう、体の一部みたいな、こう密着するの。そう、めちゃくちゃ密着するから、なんかどの角度になってもすごい伸びるのよ。めちゃくちゃ伸縮性があって、邪魔しないの、動きの。なのに涼しいんだよ。私今冷房つけてなくて、めちゃくちゃ喋ってて暑いのに涼しいからね、体が。そう、え、汗かいても T シャツに染みないし。そうそう、あ、いいこと言いますね。特殊な皮膚を着用する、そんな感じ。だからすごい着重ねてるなーって感覚も一つもない。うん、長袖のインナーも買ったけど、ありがとう。アームカバーは出勤の時にいいなと思って買った。ありがとう、ダブルじゃん、やさなあたん。そうそう、ずっとサラサラしてる、めちゃくちゃ気持ちいい。コールドスキンモックネック欲しい。あ、モックネックはね、首のここまであるタイプで、あのね、首ってね、意外と盲目でしょ。みんな顔は日焼け止め塗るけど、首あんま塗らなかったりとか、首って意外と焼けんのよ。そう、なんでかっていうと、下からの紫外線ってどっかに反射して当たったりするの。反射ってあるから、紫外線って。で、首ってさ、結構気にしない人多いけど、首の色が黒くなることによって顔との色も変わってくるからね。そう、だから私は首って結構焼けるものだと思ってて、だ、 T シャツだってここまでのもの多いじゃん。首までのものって冬しかないじゃない。けど夏は焼けるから、でも首まであると暑いと思うからこそ、冷感っていうものに特化したインナーを出したかったわけ。そう、後頭部が焼ける。あ、もうそれはもうキャップかぶってください。キャップをお願いします。あー、汗かきやすくて皮膚弱いんだ。私もそうだよ。めちゃくちゃ汗にね、弱くてすぐ体痒くなっちゃったりするから、
だから汗をこもらせてることが悪いことなの、それって。あとね、汗をかくことによって体温を上昇させるでしょ。そうすると血流が良くなって痒くなったりすることにつながるから、例えばね、半身浴して汗を流す、運動して汗を流すっていうのは意図的なものじゃない。けどさ、普段過ごしてて汗かいて、うわジメジメしてるは結構こう体にストレスなの。だからこういうインナーを着て、そういう汗をこもらせない、汗をかいたってすぐドライ素材で乾かしてあげる、そういう気遣いを体にしてあげることで、そういう体内改善はされていくと思うよ。普通に私はめちゃくちゃインナーを着ることで、私ね結構ねアトピー気質で痒いなって思うことあるんだけど、こことかそう痒いなって治ってきたけど、でそういうのもインナー着ることによって汗でじめじめしてることが治ってきてはいるから、いや絶対関係はあると思うよ汗の。そうそう、寝てる時も汗はかいてるし、やっぱり自分がどれだけケアができるかによるんじゃない。あーまたかゆくなっちゃったどうしようじゃなくて、でその汗をかくことによって何になって、じゃあそれをどう防げるかって、それはやっぱ自分次第だからやっぱ考えないと。気を使ってるからこんな可愛いままなんだな。いや違う、だって私食べることも大好きだしお酒も好きだから、やっぱそれ相当体には負担をかけてるわけよ。食べることによって代謝が上げなければ、こう消化することにも体力使うし、お酒を飲むことによって臓器、まあ、膵臓とかさ肝臓とかさ臓器のもうこううまく働かせなきゃいけないなとか、やっぱさ何においても気を使わないといけないのよ、何か好きなことするには。寝てる時にインナーもめちゃくちゃいいと思うけど、私は寝てる時結構裸族だったりするのであとゴルランの T シャツ着てた、昨日これ着てた昨日はこれ着てたけど、ま、お酒を飲まないから健康かって言われたら、まあ、まあ飲むか飲まないかだったら、適量だったら飲んだ方がいいっていう人もいるし、飲まないから健康、それ分かんない、人それぞれなんじゃない、体質とか好きなものによる。じゃあお酒飲まないからもしかしたらタバコを吸うかもしんないしね、お酒を飲まないから食べる量がすごい多いとかね、ジュースを飲んでしまうとか、一概にお酒が悪いっては言えないと思う。そう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 、リーパンさん、リーパン神押しさん、初見さんだ、え、ゴルラン買ってみましたって、やったー、これで仲間だね。そうね、まあほどほどっていうのが人間難しいんだよね、結構。ねね、3時50分ぐらいになったら教えてくれる？まあ、私もリンゴジュース大好きだけど。えらい。お酒とタバコもせず、野菜とタンパク質を取って筋トレも頑張ってるだって。おー、ストイック。わかるよ、みるみる。遠征して夜に飲むお酒が美味しいんじゃ。運動後に炭酸水を飲むと疲労回復に効果があると聞きました。そうなんだ。運動後は冷たい水飲みたいな。炭酸水ごくごく飲めない。私も最近ね、歩くこと大好きで、2駅分とか普通に歩いたりするんだけど、そう、なんかね、歩くこと好きなんだよな。走ったりだとなんかこう、うわやだなって思っちゃうんだけど、歩くのは好きだから。そうそうそう、おたともとおたトークしながら飲むお酒がうまい。そうだね、お酒ってさ、そういうことが楽しめるからいいんだよね。うん、
かるわ。今日はね、この後お仕事なんですよ。だから時間通りに終わらせなきゃいけないから教えてね。まあすごく話が結構ずれちゃったんだけど、まあそうだね、体の悩みによってはそのインナーを着ることで軽減できることがあるし、でやっぱ T シャツの素材によってはちょっと痒くなっちゃったりとかする人もいるかもしれないから、でもルランはやっぱ私自身が肌弱くてアトピー気質っていうのがあるから、あの素材にはすごく気をつけてるし、でそれこそよりいいもの、私が今までゴルフをやってきた中で17年間感じてたことってたくさんあって、こんなものあったらいいなっていうものを詰め込んだゴルフウェア、ポロシャツも売ってるし、そうだからちゃんと自分が何を作って何をどうしたいかっていうのをしっかり考えた上でゴルランはこうなんだろう、アイテムになってるから、そこだけは信じてほしいなって思います。グローブもそうだし、ボールもそう。この T シャツ1枚にしたって、なんでこれ作ったのって言われたらさ、やっぱ今この若者にあのね流行りってビッグシルエットだったりとか、こうゆったり着れるもの、普段からこう例えばね、これ1枚で下がスキニーとかちょっと肌にフィットしてるようなあのボトムを履くことで逆三角形のシルエットになるから痩せて見えるとかね、そういうところに特化して今回はビッグシルエット T シャツっていうのを、この今あの刺繍でね、これランって書いてあるホワイトとブラック、あとねこれは筆記体になってるんだけど、普通のゴルランロゴの T シャツもこの間新発売させてもらっただけだから、そうだからね、その2種類今ビッグシルエットと、あとビッグシルエットではないんだけど、こんなにゆったりはしてなくて、なんだけど普通に着た時にゆったり柔らかい着心地っていうのをすごく心がけてるゴルランロゴの T シャツもあるから、もしよければインナーとセットでどうぞどうぞ。今から休憩だよ、間に合っただって、お疲れ様。でもね3時50分には切っちゃうんだ。今着てる T シャツかわいい、そうでしょ、めっちゃビッグロゴいいで、あビッグロゴじゃない、ビッグシルエット T シャツ。これ着てるとね、可愛いって言ってくれる人多いんだよね。シンプルだし、この引き体もいいねって。そうだからね、やっぱり私が一番気にしてるのは触り心地とか機能性かな。デザインももちろん大事なんだけど、着ててストレスがないっていうのが一番なので、あとこれを着てることによってワクワクするって思ってもらいたいから、そうだからゴルランを好きになってもらえたら本当嬉しいなって気持ち。そう今日同じ服着て出勤してるだって言えたー、一緒だねー、レチーチン、あれだね、あの以心伝心。スズランに初めて会ってから今年で7年目だって。おお長いね。私も今年で11年目ですよ。早いですよ。今何時ですか？時間大丈夫かな？あと14分か。気分次第で僕は敵を選んで戦う少年、叶えたい未来もなくて、待ってた。林ちゃんから、林ちゃんのところから来ました、星投げました。え、おりごとう、ゆかみんさん、いつもゲリラでやってるんで見かけたら来てください結構ね熱い話しがちだけど、たまにふざけてる時もあるから。こんなに一途に人のこと好きで応援してるのスズランが初めて。本当？付き合うか
後ろの白いやつ何？ティッシュ。あ、そう、白ティッシュカバー韓国の人がいて嬉しい。あにゃーん、綺麗だって、嬉しい。そう、なんかね、好きなものはね、とことん好きで、で、話し始めると止まらないんですよ。そう、結構ね、語っちゃうの。空飛ぶ城、ワン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 そうなんですよ。だから、同じように熱い気持ちでぶつかってきてくれた人はもう大好きですね。なんかその熱い中に人をリスペクトするって気持ちを忘れたくないんですよ。でもなんかさあ、なんかこの人じゃあ全然知らないんだなって思ったら教えてあげたらいいじゃない、気持ちよく。だってそれお互い様じゃない。だけど話してる中でちょっと人を見下すような人嫌なの私はやっぱまだ25だから、25だけどやっぱ知らない言葉も多いしさ、やっぱ 10歳20歳上の人にはもちろんかなわない話し方っていうのもあるだろうけど、こうなんか、なんかね、その人のいいところで、例えば悪いところがあるんだったら一緒に直してあげようとか、なんかさ、こうバチバチになりたくないね。だけど気をつけようと思うんだけど、私も結構我が強いから、ああこんなこと言いたいんじゃないのになっていうことがたまにあるんだけど、でもなんかこうやって私はショールームしたりとかファンの皆さんと話してると気づくことが、ああすごく私を理解してくれてるなって感じるの。スズラン多分本当はこういうこと言いたいんじゃないんだろうなって理解してくれてるみんなが本当に好き。甘えちゃってごめんね。して来られるの言いたくなるんだよな。腹立つよね。この中で一番偉いのは君かいって。いやいやいや、確かに偉いかもしんないけど、そのあなたができないことやってるの私たちじゃんみたいな。だからみんなが一緒の立場でいてくれないと困るのよ、組織とかって。でも私にはできないことをあなたはしてくれるし、あなたができないことを私はする。だから一緒に手つないでやっていこうよってことじゃん。それこそグループだってそうですよ。私はこのメンバーのここが好きだけど、このメンバーのここは私にはできない、だからすごく尊敬してるし、だけどあなたができない分私がするから、じゃあ一緒に手つないでやっていこうねって。先輩後輩はあるし、経験の差もあるから話すことも違うかもしれないけど、でもなんかその人がいるから今のこのチームがあったりするわけで、そこを忘れないで話せる大人になりたい。で、じゃあその子が悩んでて、じゃあ答えが出なかった時、なんで答えが出ないんですかっていうんじゃなくて、その答えに対して一緒に考えましょうって。じゃあ何々が好きだったりしますか、どこどこが好きだけど、この好きなところってなんで好きなのかって具体的に一緒にさ、こう砕いてってさ、一つの答えにちゃんと一緒に頑張って見つけてこうよっていう大人になりたい。そう、フォローし合うこと、そういう大人になる。そうそう、フォローし合って助け合っていくのが一番理想。やっぱりね、そうそう、だから私も友達とかやっぱお互い助け合うとこ助け合うし、だけど違うことはちゃんと違うって言ってあげて、でもそれも怒ってるんじゃなくて、それは違うんじゃないって、なんで違うと思うって、こうこうこう、怒ってるじゃんかーとか言ってそなんかお互いがカットせず、対等に話せるって
やっぱり大人だなって思うし、すごく。だからそういうグループでもさ、こう私はそういう大人になっていきたいなっていうのが目標かな。大人だけどね、25歳、もう大人だけど、やっぱさ30、40、50ってなっていくにつれ、やっぱ自分の信念を曲げられないようになりたくないのよ。柔軟に、こう柔軟に柔軟に、私すごい我が強いし頑固だから、あんまり自分の考えを変えられないの、今ですら。なんだけど、こうやっぱ大人になっていくにつれて、そういう部分って強くなっていくかもしれないなって思うから、今から柔軟に考えれる大人になりたいわけよ。いや、こんなこと言ってて私何もできない人間だからね、何もできない人間だけど、やっぱこういう大人になりたいな、じゃあ5年後こういう人になってたい、じゃあいいよ3ヶ月後こんなことしてたいとか、何でもいいんだよ。できなくったって自分の中に思いがあれば、きっとそこに向かって走れるはずだから。だから私は常にできないことだって、あのちゃんと思って生きていきたい、こうやってやっていきたいって。例えばいっぱいご飯食べたらいっぱい歩こうとか、そんなことでもいいから、ちゃんと頭の片隅に自分の思い描いてる自分を置いておきたい。そうそう、自分をしっかり持つってことですね。弱いところがなかったらそれはそれで怖いです。え、めちゃくちゃありますよね、え、スズラン推しのみんな。私結構強がりさんだもんね。私はの弱いとこいっぱい知ってるでしょ。本当スズランこうなんだよって知ってるでしょガンコじゃなくて芯がしっかりしてるだけだよ。ふん、ありがとうございます。アイドルは弱いところを見せちゃダメ。アイドルだって人間だから、アイドルだからダメってことはないのよ。私はね、自分のことアイドルだとは思ってるけど、思ってない部分もあるからね。結構ね、なかなかいないと思うよ、こういうタイプ。あと5分だって。まあそうですね、ここゴルランを始めて感じたこともめちゃくちゃあって、ここ1年ぐらいですごく感情の変化というか、心境の変化というか、いっぱいいろんなことがあって、多分話してる内容も違うかもしれないね、1年前と。だけどやっぱり一番は、こんなに話してあれだけど、一番は毎日をただ楽しみたいだけなのよ自分に正直に、そう、楽しいことを思いっきり楽しいって、悔しかったらもう悔しいんだけどって言って、気持ちのままに正直に生きたいだけ。そうだから、スズランをしてて自分も大人になったと思う、わらいいじゃんいいじゃん、いいのよ、ありがとう。スズラン SK に来てくれてありがとう。それね、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。こんな私ですが、末永くよろしくお願いします。よし、もう3時50分だっけ、もう早いな。4時半には仕事が始まってしまうので、もう切らないと。じゃあ皆さん、急に始めたゲリラ配信でございますが、今日は話したかったことすごく話せたのでよかったです。拡散お願いします。あのね、私が言いたかったのは、やっぱりこう毎日配信してる中で必ずコメントでね、ゴルランのこととか書いてくれる人が増えてきたこと、本当に嬉しいし、やっぱりグループのお仕事ももちろん大事だよ、私 SK48 山下スズランだから。けど
これからも10年20年30年私がじゃあ70歳80歳になっても続けていくことって私的にはやっぱゴルフだったりするのね。で今私がたくさんの方と出会ってゴルフのおかげで成長できてる部分ってめちゃくちゃあるから、その気持ちをゴルランにやっぱり乗せていきたい。でそうなってくるとやっぱゴルランの話も多くなっちゃう。だからもっと違う話聞きたいのにって思うこともいっぱいあるかもしれないんだけど、そのぐらいゴルランが私は大好きなのですよ。だからその気持ちをねこう汲み取ってくれるファンの皆さんがいるっていうのがすごく温かくて、もっと違う話ももちろんすることもあるんだけど、ただ話し始めると長くなっちゃって大好きだから。そうなので今後とも急に始めることもありますし、前もって告知することもあると思うんだけど、今後ともSK48 山内すずらん、そしてゴルランプロデューサーの山内すずらん、そして一ゴルファーとしての山内すずらんの応援をよろしくお願いします。はい、では私はもう4時半からお仕事が始まってしまうのでここら辺でおいとまします。よし、じゃあね、バイバイ。うん、バイビー。じゃあねー。